この施設がミクシングパークリッチコンタクトといいまして、まあ、いろんなあのものとこう出会える、そういろんな感動やいろんな学びと出会えるっていうところの施設作りをさせてもらっていて、そこのオーナーをやらせてもらってます、あの松川智和、タレントネームはトモティと言います。でこの施設自体がその子供にとっては、まあ、一つのもう一つの居場所であり学び場であると、そしてお父さんお母さんにとっては頼り場なので、子育て支援とあの子供の発育を目的とした施設になってます。まあ、一人の子供に対してもっとたくさんの大人がこう関わってあげられる、その子供のこう逃げ道がもっといっぱいあったらいいなっていう、そう、そういうのが我々にとって一番やりたいこと。なので、まあ、お父さんお母さんはもうとにかく安心して子供を預けてくださいよっていう、まあ、真剣に子供たちに対して、接するっていうことだけは約束して、この施設を運営してるっていう感じです。このミクシングっていうのは、このミックスっていうのは、やっぱり混ざり合う。僕はやっぱり、その平和っていうもの自体も、それお互いのそれぞれの価値観が違ってもそれで OK だと。それでも考え方が違ってもそれでいいじゃないかっていう、お互いを脅かさない、それでいって一緒に混ざり合うっていう、ここは僕はその平和な形だと思っていて、でこれからそのコロナで世の中が本当にこう一変していくと、その中でもやっぱ必要なのはいろんなものをこう受け入れる力だなっていう、なので混ざり合うってことはその前に受け入れる覚悟がいるから、そういったものをこの施設では皆さんに学んでもらいたいなっていう思い。そう。で、その後はリッチコンタクトって名前は、これズバリね、日本語訳ですると濃厚接触っていう名前なんの。そう。で、実はこの施設自体がコロナがなかったらこの施設はできてない。はい、そう。で、今実際その本業のイベントとか、ね、いろんなところで話す仕事してるけど、今もうイベントがほとんどないでしょ。暇すぎて。そう、なんかやることないやん。でもやっぱ面白いことしたいし、こんな時だからこそ社会に貢献したいなと思った時に、たまたまこの物件との出会いがあってできたから、コロナがなかったらできてないな。そう。で、やっぱりその濃厚接触って言葉はこのコロナで浮き上がってきて、でやっぱそのソーシャルディスタンスってその子供にとってはいまいちやっぱまだよくわからない。だから一歩間違ったらコロナが明けたとしても子供たちも本当にこう人との距離感が今後余計難しくなるんじゃないかなと、はい、思うのね。なので確かに距離はそうだけど、でも心はね、もっともっとこれから深く関わっていかなきゃいけない。なので僕らはこの施設は確かに距離はそうだけど、心はもうゴリゴリ密に行こうねっていう意味で濃厚接触という、それがリッチコンタクトってワードで、でそのリッチっていうのはまあ濃厚とか、やっぱりちょっとなんか品格があるとかっていう、そのコンタクト、なのでその品質のいいいろんな接点が生まれる場所でありたいなっていうところで、名前、この名前にしました。基本的にはその今はね、その年齢とかをこちらがこう限定してるわけではないんだけど、基本的にはその小学生がやっぱり今中心になっていて、まず大前提習い事の施設なので、そう、それで言うとね、今やっぱね、世界でもこうパーンってこう人気が出てきてるパルクールね、パルクールが今もうぶっちぎりの人気があって、はい、でそれ以外にも英会話クラスだったりとか、あとはこれからボクシングだったり、あとはそう、あとはハワイアンのフラダンスだったりとか、そういった習い事を基本的には軸として、でその習い事を子どもたちがやってる時に、お父さんお母さんはここでカフェスペースというか自分の時間だから、なんか作業してる人もいるし、本読んでる人もいるし、編み物してる人もいるし、でまたもっとちっちゃい子たちもうやっぱり連れて、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんについてくるから、その場合は本当にこう、まあ、ベビーベッドやそのキッズルーム、0歳から3歳ぐらいまでのスペースと、もうちょっと大きいお兄ちゃんたちが体を使って遊べるスペースと、なので年齢とか用途それぞれに合わせて皆さんが別々にっていうかね、楽しみを共有できるような空間作りっていうのをしてる。あと今キッチンをいよいよ申請して作ったから、今後はねめちゃめちゃうまいカレー出したりとか、そう、なんだったら宿題もして習い事も終わってご飯食べて帰れるみたいなね、そういう感じ、あと屋上の方でもカフェスペース、あとはそのワンちゃんとか猫ちゃんとかペットと一緒に来れるカフェスペースを今屋上でもこれから展開していきます。基本的にはパルクールでいうとちっちゃい子たちでいうともう4歳とか5歳ぐらい
もいるし、上で言うと50歳とか、うん、そうだから年齢はすごく様々、はい、で英会話も子どものクラスがあったり大人のクラスがあったりとかっていう、なのであんまりこうあなたはこの年だからダメみたいなものは作りたくないので、なのでその利用のそのニーズに対して我々がどんどんこう変化してそれに対応していこうっていう、うん、っていうところが今あります。でそれ以外にも今後はそのやっぱりその自己表現という意味合いで素晴らしいなと思ってるのが、やっぱりこういった自分を表現していくっていうところで言うと、その YouTuber クラスがあったりとか、これからタレントクラス、モデルクラスがあったりとか、そういったなかなかこう一般的には習い事としてないものにもどんどん取り組んでいきたいなっていう。何か一つというよりもコミュニティセンターみたいな感じで、うん、コミュニティセンターいいよね、本当に。確かにそういうのは思いとしては、そうで、ここは基本的にはその英会話クラスもあって、でここで英会話クラス習ってる子たちは、例えばそのパルクールとか、あとは自転車の BMX とかダンスとかのキッズだけど日本トップクラスの子たちがここで英会話習ってて、なのでそうここで英会話習う理由がさ、その世界大会とかで海外に行くから、はい、そう、そこでそのルール説明とか、あとインタビューもそうだし、それが全部英語だから、はい、そのためにここで習ってるっていう、そうなのでそういった子たちに刺激をもらって、一般の子たちも英語を学べるようになったりとか、なのでみんなさんみたいな、ね、2人みたいな、ね、方々が出入りしてくれると僕らとしてもすごく嬉しいですよね。私たちも、まあ、チャンネルの、いろいろな視聴者が、外国人が多いんですけども、あ、もうそういうの本当になんか外国人が来たら英語は大丈夫ですか？もう練習します今のところアリトルだけどね、アリトル、はい、でもその努力、みんなさんここでやってるっていうのも、そうね、まあ、子供たちに触れてほしいですよね。地域にすごくこう貢献したいって思いがあって、今できればこうちょっとねエレベーターがないんであれなんですけど、その世代を関係なく皆さんに、世代関係なく皆さんの頼り場にしていきたいとっていう思いがあるから、それで言うと今ね、朝7時ぐらいにすぐそこ の公園かなでラジオ体操したおじいちゃんおばあちゃんがコーヒー飲みに来てくれたりとかする。そうね、エレベーターがないんですよね、結構みんなしんどそうに上がっていくけどね。そうだけど、そういうなんかこうおじいちゃんおばあちゃんにもこうここに遊びに来てもらって、 そう、でそれこそ今うちが推してるそのパラリンピックの競技のボッチャとかっていう競技があって、そういうのはもう本当に健常者、障害を持った人も健常者の方も年齢関係なく性別も関係なく楽しめるし、なんかそういうおじいちゃんおばあちゃんの楽しめる場所で、またそのおじいちゃんおばあちゃんと地域の子どもたちをつなぎたいっていう、さっきで言うと外国の方々と、ね、地域のまあ子どもたちをつなぎたいっていうのも同じ思いで、だっておじいちゃんおばあちゃんは今までの長く生きてきた経験とかさ、いろんなね、もうスキルを持ってるから、それはやっぱ子供たちにも与えてほしいし、で、子供たちはやっぱりね、目上の方々を、敬ってほしいし、ね、逆にやっぱ若い子と一緒にいるだけでもパワーもらえるじゃん、おじいちゃんおばあちゃんも。なので、そういったところの、その、地域の皆さんにとっての、こう、愛される場所にはなりたいなと思ってるんで、なので、町内会にも入って、そう今でもなかなかねコロナでイベントがないからほとんどまだ具体的な交流はないけど、それは一つ我々のこれからの課題かなと。地域にどれだけ貢献していけるか、初めましての方ばっかりだと思うんですけども、まずその子どもたちにすごく言いたいのは、なんだろうな、もう自由に自分のことをもっともっと表現してもらいたいなと思うし、その手前で言うと痛いとか辛いとか悲しいとか、そういったね自分の思いをちゃんと人に伝えれるようになってもらいたいなと、そういった本当の声をね聞ける施設でありたいなと思ってるし、みんながそれぞれ描いた自分のやりたいこと、夢もそうだと思うし、今夢中になってること、それをそこに対して徹底的にこう、まあ、夢中になれるようなものをどん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 提供できるものにしていきたいなと思うので、やっぱり子どもはね子どもらしく思いっきり遊べる、そして学べる、そんな施設を作りますので、またぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。あとは子育てをね頑張ってるお父さんお母さんをですね、本当に、ね、必要以上にね自分を責めないでもらいたいなと思っていて、今本当に悩んでる方がいっぱいいるなと思ってます。でもやっぱりね親って子供ができていきなりなるものじゃないじゃないですか。
やっぱりね、何でもそうだけど、料理もそうだし、で僕がやってるパルクールもそうだし、時間をかけて少しずつ成長していくものだと思うんですよね。でその過程でね、子育てが大変だなと思ってる方いっぱいいると思うんで、そんな皆さんにやっぱ一番言いたいのは、子供はもう地域の世の中の宝なので、みんなでこう助け合いたいなと。なので自分ができてないんじゃないかって自分に矢印を向ける必要もないと思うんで、しんどいなと思ったらぜひこの施設にね遊びに来てもらって、まずはストレスとかね悩みを聞くだけでも構わないので、皆さんの大切なお子さんにとってね一つの居場所であり、僕らもそういった熱い思いを持って大切に子どもさんと関わりたいなと思ってるので、はい、ぜひ一度遊びに来てください。いつでもお待ちしてます。Hey guys, we threw that little piece out there for you. We hope you liked it. If you did, go ahead and hit that like button. For more content, go ahead and subscribe and hit the bell mark for notifications. We help people find apartments in Japan, so if you're ever looking for a place, let us know. See you next time.